高血圧に悩む方に朗報です。七物効果等という漢方薬が注目を集めています。この薬は大塚啓設先生が自身の高血圧治療のために開発した比較的新しい処方です。七物効果等の特徴は四物等に腸等項、黄芪、大麦を加えた7つの生薬からなることです。体質が虚弱でも胃腸の働きが比較的良い人の高血圧症に効果があるとされています。のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重などの随伴症状の改善も期待できます。高血圧以外にも脳動脈硬化症や偏頭痛、自律神経失調症などにも応用可能です。臨床報告では高血圧切迫症への効果が示されており、動物実験でも腎保護効果が確認されています。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。